画好きのカンチャンネル、いやねえ、ちょっとおかしなこと言ってもいい？そういうの大好きだ。どこにも出口のない日々が突然に変わりそう。僕も同じこと考えてた。だってどこにも居場所のない日々で探し続けていたこんな人を教えてよ、何が好きか。サンドイッチ。僕と同じじゃないか。私たちはよく似てるね。あ、また揃った。考えてること、感じていること、そう本当に似てるね。一人寂しい日々にもうお別れしよう。二人だな。おかしなこと言ってもいい？僕と結婚してくれ。もっとおかしなこと言ってもいい？もちろん。動画をご覧の皆さん、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ハードターン。